ユーロープは作家ロマン・ロランラによって1923年に創刊されたフランスの文芸雑誌。現在、年に7回、刊行されている。フランスの雑誌であるために、氏名はフランス語のカタカナ表記だが、ユーロープのほか、ユーロップ、ウーロープ、ウーロップの表記揺れがある。ユーロップ市編集部でライフッしたベトナムの作家ともに、左から、 ジャック・ゴー・シュロン、アルマン・モンジュオ、ピエール・ガマラ、ピエール・アブラーム。ユーロープ氏はロマンドランらによって1923年2月15日に創刊された。当初はリーデル社から出版された。1924年にアルベール・クレミューが編集長に就任した。ユーロープ氏はロマンドランの 精神の独立の理念に基づく平和主義の雑誌であり、1920年代には第一次大戦後の欧州の再建に関する議論の場であった。編集長は、クレミューの後、ルネアルコス、ジャーン・ゲーのジャン・カスウが務めた。1930年代にアクション・フランセーズなどの右派、極右勢力がナチスによるドイツ制派に連動して民衆を先導し、国会前で 共和制打倒の暴動を起こした事件を受けて、反ファシズム知識人監視委員会が結成されたとき、この最初の議論の場となったのも芸ノが編集長を務めるユーロープ氏であったが、こうした経緯から同氏には主に共産党員が寄港するようになり、このために独ソフ化新条約の調印を他の共産党の機関紙と同様に休刊となった。1946年、ユーロープ氏は、 ルイ・アラゴンにより再刊された。最初はフランス総書から1949年からは同年にアラゴンが共産党の出版局として創設したフランス合同出版から刊行された。ピエール・アブラームは発行人として1974年に死去するまでこの仕事に尽力した。編集長に任命されたピエール・ガマラはこの後1995年まで。 アブラームの公認として20年以上にわたって発行人を務めた。この後2014年までシャルル・ドビジンスキー2014年以降はジャンバティスト・パラが発行人を務めている。1920年代、1930年代。ありがとうございます。